はい、皆さんこんにちは、モロトフです。キャピタル続きをね、やっていきましょうか。ここで前回ね、この貴族たちがストライキを起こしておりました。今はね、解散したようですね。死体がどんどん道端に増えている状況です。さあ、引き続きね、やっていきましょうか。現在は5日目、14時ですね。お昼過ぎといった感じかな。我々大ピンチです。なぜかというと、お金がね、マイナスになってますね。どうすればこのマイナスね、カバーできるんでしょうか。それともどんどんね、この借金が溜まるのか。いや、ちょっとね、増えていきましたね。ただワーカーの忠誠心が下がりましたと書いてある。おそらくこの忠誠心というのは幸福度なのかもしれないね。さあ、18時になりました。皆さん食事できてる？わ、パンがない。わ、食べ物とかが提供できていないぞ。なんでだろう、これビルディングがクローズしてる。わ、小麦がたくさんあるのに。なかなか難しいね。これはなんでなんですかね。建物が壊れているわけではなさそうだ。わ、このゲームはね、本当に仕組みが複雑なのかもしれない。私がね、まだ全然わかっていないのからかもしれないが、おっと、ストライキ発生ですね。今度はブルジュアがストライキをしております。引き続き法律やっていきましょうか。ね、移民に関する法律かな。多分ね、移民局を建てるよって言ったことだと思いますね。どうすればいいんだろう。ひょっとしたらこういった食料工場なんかをもう一つ作った方がいいのかな。みんな一生懸命並んでいるんだけど、当然ね、食料はね、ここで提供されておりません。おっと、なんだこれは。火炎瓶。うわ、最悪だ。我々の国会議事堂なんでしょうか。このね、綺麗な建物にね、ブルジュアが反乱を起こして火炎瓶をね、投げつけている。これによってこれがぶっ壊れるということか。わ、体力がありますね。なんとか持ったかな。なんとか持った。解散した。今日はね、許してやろうといった感じですかね。修理したいけど、修理のためのお金350ゴールドがありませんということね。さあ、厳しいぞ。税金がこれで徴収できるのかわからないのですが、ホームレスはね、どんどん増えていく一方ですね。なんでこんな街、こんな人数のね、人々が来るんでしょうか。ほとんどがね、ホームレスなのに。現在ね、人口は174人ですね。うわぁ、すごいなぁ。ちゃんとここは機能しているのかな。工場が機能しないと、我々はね、何もできないということになるんですが、あ、お金がないから、そうか、賃金が払われてないんだ。うわ、厳しい、これ。どうすればいいんだろう。小麦ばっかありますと。小麦止めようか。ね。小麦止めましょう。ちょっと停止させてください。停止なんかできんのかな？ね。あ、できるね。よいしょと。これで小麦のね、輸入をやめておきましょう。はい。さあ、これによってある程度の支出はね、抑えられるとは思うんだけど、食料提供してる？いや、法律ばっかね、どんどんアンロックができるようになっているんですけど、何しようかな。パトロール？どうしよう。マーケットトレード、これにしとこうか。ね。なんとかこのね、危機を乗り越えたいんですけど、果たして乗り越えられるのか、私にはね、なかなか自信がないですね。さあ、周辺を見ておくと、もう木材とかはないんだよな。ポーと言っているけど、我々のね、駅は通り過ぎるのではないでしょうか。さあ、そしたらね、法律がアンロックされましたね。次は何にしましょうか。全然ね、使えてないんですけど、レイトシフト。お、これこそ夜勤かな？ね、夜勤ができると。ただお金払ってないんでね、絶対夜勤なんかみんなね、やりたくないでしょうね。全然工場もね、動いてない。これはどうしようか。なんかデモリッシュする？少しでもお金をね、増やした方がいいかもしれない。あとはね、労働者階級の家もね、ちょっと2個ぐらいぶっ壊してお金をね、ゲットしていきましょうか。はい。ホスピタルぶっ壊しました。続いて労働者階級ぶっ壊しました。火事になってます。それはどこかというと、ブルジュア貴族の家が火事になってます。まあ、これぶっ壊しときゃよかった。こっちぶっ壊しときゃよかったね。厳しい。なんという街づくりゲームだ。
これはこっから立ち上がったらね、かなりいいんですけど、そうはいかなそうですね。はい、そしたらイベントですね。うん、食べ物が必要だよって言ってますね。300食べ物を提供してくださいか、彼に。そうすると板がね、450個ゲットできるよと言うけど、これちょっとね、断っておきましょう。我々も建物めちゃくちゃ重要なんでね。はい、ちょっとそうすると、お、やった、お酒がね提供できております。あとはパンもね、少し少しですけど提供できているか。よーし、このままねお金が増えていけばいいんだけど、結構増えていってるぞ。よしよしよし。そしたらば、あ、これ壊しといた方がいいのか。壊すよね。で、増えたお金でここ修理だよね。ここ修理しないと多分税金がちゃんと支払われない仕組みになっちゃってんじゃないのかなね。これで税金を支払うことができる。少し立て直したんでしょうかね。あとはパトロールしておきましょうかね。そして今712ゴールドか。下手に何か建物を建ててしまうと、ここで働いた人のね、賃金を払えなくなるので、少しね、様子見をしておきましょう。さあ、現在ね、深夜の5時ぐらいなんですけど、幸福度やばいですよ。ブルジアート貴族の幸福度があまりにもやばすぎる。で、人口なんですけどね、200人に増えてんだよな。この人口ってどうやって抑えられるんだろう永遠に増えていくのは本当困るんですけどね。一応このね、レイルロード、列車は止めております。だからどっから来てんのかということにはなるんですかね。さあ、まあいいや、どん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 働いてもらって食料とかを作ってもらうよね。そしたらば、ここでね、食事をしてもらうことで外貨を稼ぎましょうという、引き続きね、やっていきたいと思います。さあ、今は板がね、もう700になったんで止めておきましょうか。こまめに止めておいた方がいいかもしれない。セカンドシフトか。お、これ結構いいんじゃない？これやっとくと、いっぱい働いてくれるのかな？そんな感じがする。ちょっと待て、やばい、列車を止めたことによって、穀物が入ってきてないじゃん。やばいやばいやばい。ちょっと入れていきましょうか。オンにしとけばいいんだよね。よいしょと。うわぁ、厳しいですね。穀物かなりな時間ゼロになってたかもしれないですね。頑張れ頑張れ。おーっと、また火炎瓶ぶち込まれてる。貴族によって火炎瓶がね、ぶち込まれております。最悪です。うわぁ、やめてくれ。また修理しなきゃいけないんだ。これ修理のためにまたお金がかかる。370ゴールドここに払います。これで税金徴収ができる。よしよしよし。みんなどうなってる？これナイトシフトとかやってほしいんだけどね。今のところセカンドシフトかな。一生懸命働いてください。ストライキなんだこれは。拳銃だ。銃があるの？誰か銃を使ってるってことなのか。やばい、なんか強盗が入ったと言ってますね。で、誘拐のためのお金ですね、要求しております。800ゴールド、とてもじゃないけど持っていない。ポリスマンを送るというのがあるけど、ポリスマンはね、送れない。なぜならね、警察署がないから。これ、放置だ。ここでね、強盗が発生しております。あとはここで、うわ、労働者階級のストライキですね。うわ、えぐい。えぐすぎる。そしたら、餓死者がね、いるみたいです。やばいやばい、おっと、幸福度がもうゼロになりました。うわ、ちょっと、労働者階級反乱ですね。そうか、そうか、また。国会議事堂が真っ赤に染まっております。はい、そしたらば朝になって穀物が少しですけど入ってきました。この穀物によって食べ物、そして飲み物が作られるので非常に重要ですね。わー、人何人ぐらいなの。いろいろね、餓死者が出てるんですけど、結局ね、人口は膨れ上がっていて210人ですね。人口を抑制したい。そうか、ひょっとしたら人口をね、コントロールするために移民雇用局をちゃんと立てて、そこでね、調整するのかもしれない。それをね、やるべきだったのかもしれないね。ちょっとお金はとはいえ増えてきたかなね。食料が作られたので、皆さんね、レストランに行きましたが、うわ、これボロボロじゃない？大丈夫？ね、もうバッタバッタみんな死んでますね。これリペアできるんですけど、なかなかね、この街づくりゲーム、ハードですね。もう一回やり直してみようかな。いろいろね、改善点は見つかったんで、もう一回ね、見たいと思う方いらっしゃったら、いいねボタンでお知らせください。またね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。
それでは。We're on the way to New York City. Take my hand and see. Manhattan never looked so pretty.